はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、クエスです。ということで今日もケマフレスリーの動画撮っていこうと思います。ということでね、今日は新章公開記念招待のアデリーペンギン狙ってね、引いていきたいと思いますけどもね、なんだっけ、あ、セーバルブラリッタビカの方ね、新章の方来まして、まだね全然自分できてないんですけども、まあね、今日もいつも通り性能の紹介をして引いていこうと思いますけども、ですね、アデリーペンギンなんですけども、ステータスの方がなんとね、守りがちょっと高めでして、全フレンズ中6位で、アクティブで1位になっております。ということでね、守りは結構高めです。カッチカチですねはい、ということで、プラズムもなんか60あって結構高いですね。で、フラッグの方も B1 枚に A2 枚 T2 枚となっております。はい、で、技なんですけども、まあこっちに関してはですね、ミラクルはまあまあぼちぼち普通の性能かなと。単体ですね、単体アタッカーになってるんですけど、得意技もね、これあれかな、道場向けの効果になってるんですかね、ちょっとちゃんと確認できてないんですけど、マイペースの相手に高確率で火ダメ減少状態を解除するということになってます。で、これ待機スキルがまた面白い感じで 100% で、ね、無限でできるんですけど、余ダメが 5% 増加するの、これが10ターン続くんで結構バフかけれるんですよね、待機させとくだけで。で、火力も上げられるという感じでね、これ特性とかもそういう関係で、状態異常、自分が状態異常にかかっていると余ダメが 20% 増加して火ダメが 20% 減少すると。これも、アタッカーとタンク両方の性能があるのかな。で、奇跡特性の方が、余ダメが 15% 上がって、アクティブ属性の味方がズキンズキン状態の相手に与えるダメージが 20% 増えると。これでこれ結構ねいいと思うんですよ。前回もね、ズキンズキン、状態に関してはお話ししたんですけども、アクティブ属性にはね、ズキンズキン状態にできるフレンズが多いと。日本狼がミラクルと、得意技でズキンズキンにできるのと、プロングホーンがミラクルと、得意技でズキンズキンにできます。で、シーサバルライトの方が、獣ミラクルで、ズキンズキンにできると。いう感じで3体いるんですよね、ズキンズキンにできるのが。優秀です。それでアクティブ属性にはね、ズキンズキン状態の相手に与える余ダメが増えるオオアリクイがいるんで、オオアリクイと組んでも結構いいのかなと、その辺のメンバーとね。あとはこのアデリーペンギンのこの何でしたっけ、特性かな、状態異常にかかっている時っていうのが、これあれ、アクティブ属性にはコモドドラゴンがいるんで、コモドドラゴンにちょっとね無理やりですけど、ミラクルで毒状態にしてもらうと。そうすることで一時的にね、爆発的な火力を出すことも可能と。これに関しては、カムチャッカとも組むとね結構優秀かな。カムチャッカもね、状態異常になってると、バフかかるんで、まあ、その辺のメンバーと組むのもありかなと思います。ということで、今日はですね、これ工場キャラなんで、こちらで引いていこうと思います。招待券ね、使ってね、引いていこうと思います。前回、工場キャラ、黒ひょうかな、黒ひょう来た時に、これで引いた時に何枚目で出たのかな、何枚目かちょっと忘れちゃいましたけど、この星4招待券で出たのかな、確かね。とりあえず9回回していこうと思います。来てくれると嬉しいな。ワンチャン持ってないフレンズも、お、フレンズですね。誰かな、おお、ホワイトタイガー。ありがとうございます。嬉しい。いいね、いいね。とつれてない、星4フレンズも結構いるんで、これを機にね、どんどんとつっていきたいなと思うんですけど、まあ、なかなかね、フレンズは出ないと思います。アデリーペンギンはなんかね、地味だ地味だと言われておりますけども、可愛いです。地味とは言わせないとね、結構いい性能も持ってるんで、どうかな、来てくれると嬉しいな。
ちょっとね、あのヤクさんがね控えてるんで、ヤクさん控えてるのかどうかちょっとわからないんですけど、おそらく月末、なんだっけ、京都イベ来るじゃないですか。なんだっけ立ち入り禁止区域か、あれでね、おそらくヤクさん実装されると思うんで、そのタイミングぐらいで、なのでちょっとキラキラをね貯めておこうということで、今回はね、工場キャラなんで、チケットだけね使ってお迎えしたいけどな、厳しいかな。ホワイトタイガーだけかな来ないかね。まあズキンズキン状態のね、この特性とか、あれ、まあ他のなんだろう、まあ属性のねメンバーと組ませるのもまあありなのかなとも思うんですけど、どうなんだろうね、実際のところ。できれば多分統一パの方がね強いとは思うんですけど、相乗効果があるフレンズがやっぱ結構多いんで、同属性だと。終わったね。でこれですね、はい、これで5回ですね、5回引けるんで、もうワンチャン来てくれないかな、厳しいかな来ないかな。お、アルパカ3、アルパカ3もドレス、今ドレスアップステップアップ来てるんだよね。でもあのね、今回あのなんだろう、自分欲しいキャラがいなかったんでね、引かない予定なんですけど。あー、スナネコちゃんスナネコちゃんはあの石に分解されますね。はい、相変わらずよく来てくれる。うん、スナネコちゃんは分解されますね。ニューハンさんね、あの中の人ね、中の人も結構好きになったんで、YouTube でね、チャンネル持ってるんですよ、ミーハンさん。動画ね、ちょこちょこ見てます。面白いですね。さあさあさあ、来てくんないかな。うん、おお、黒時、何突目かな、ホトポケ3つ目かな、これ多分。わかんないな。ラスト頼む、来てくれ、来ないかな。未来さんがいるぞ。ん、あー、新井さんも貫突してるんで新井さんも貫突してるんで分解されます。はい、ということで今回はお迎えできませんでしたね。まああの工場キャラなんで、いずれねお迎えできると思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた。